どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はイースト57丁目と、セカンドアベニューにいるんですけども、本日はね、以前一度紹介した、トラムウェイっていうのをね、今回はねもうちょっと詳しく紹介したいなと思って動画を撮っております。でこのニューヨークにはですね、トラムと呼ばれるロープウェイみたいなのがありまして、それがね、ニューヨークの地下鉄メトロの切符、私がおすすめしている7日間のアンリミテッド乗り放題の券がありますよね。そちらで追加料金なくね、利用ができるんですよね、そのトラムっていうのは。じゃあそのトラムを一体じゃあどうするか、何のために使うかっていうと、まああの川を渡った島に渡れるんですよね、そのトラムで。じゃあ何しに行くかっていうと、まあ別に何しに行けるわけでもないんですよね、大して別に何かあるわけでもないんで。でもですね、景色は結構綺麗なんですよ。まあロープウェイ、簡単に言うとロープウェイみたいなもんなんで、あのマンハッタンのね景色が楽しめるということで、しかも、追加料金は地下鉄のチケットを持っていればかからないということですので、そういう意味ではとてもおすすめの、まあ、観光スポットっていうよりかは、まあ、時間があったら行ってみてはどうですかっていう感じですね。まあ、私としてはですね、まあ、このトラムウェイなんでこんなにおすすめしているかっていうと、まあ、私はねレオンっていう映画、皆さん知っていますか？ジャン・レノが出てるレオン、そちらでこのトラムっていうのは使われたんですよね。ですのでそのその映画をね見て、ちょっとあの映画のワンシーンをちょっと見てみたいなって思うんでしたら、ぜひね乗っていただきたいなって思うところですね。で今ね、イースト59丁目まで来ました。で乗り場はねそこになってて、ちょっと木で見えてないんですけども、実際にね乗ってどんな感じかっていうのをね皆さんにシェアできたらなと思っています。前回来た時もそうなんですけど、どうやらこの入り口は今工事してて、新しくなんか綺麗になるみたいですね。以前来た時もなんか工事してましたね。でこの上にあるのは、これがトラムの入り口で、本当にむき出しな感じがしてちょっと怖いですけども、それでは行ってみたいと思います。行くのはルーズベルト島です。入り口はですね、裏側だった気がします。こう、イグジットオンリーって書いてあるんで、ちょっと分かりづらいですよね。いや、本当に分かりづらい。ここは入り口です。分かりづらいですね。エンターも何にも書いてないですね。まあ、ルーズベルト島に住んでいる人からすると、ここは完全に生活の足になってるって感じなんで、あ、平日の朝とかね結構すごい人がいます。あ、今も並んでますね。
このカードでね、追加費用なしで乗ることができます。今はこんな感じで、今トラムが着いたところですね。で、今乗ってきた方が降りたっていう感じで、これから私たちが乗るみたいな感じですね。それでは乗っていきます。やっぱりすごいですね、生活の足になってる感がすごいですね。それではね、出発までちょっと待ちたいと思います。多分ね、時間が決まってると思いますんで、ちょっとね、出発するまでこれで待っていたいと思います。それでは出発します。生はこんな感じ。すごい、観光の方もね、結構出るっぽいですね。写真とか動画撮ってる人は私以外にも結構いますね。まあ一つ難点といえば、この止まってる間はクーラーが効かないんで、すげえ暑いです。こんな感じでニューヨークの景色が楽しめます。いや、これはなかなかいいんじゃないですか。これ無料ですからね。せっかくなので、今マンハッタンからルーズベルト島、もう一度ですね、ルーズベルト島からマンハッタンまで移したいと思います。反対側の、ね、ドアが開いて、降りるという感じになるそうです。無事ね、ルーズベルト島に着きました。一応ね、ホ
ら辺は広場みたいになっていて、公園みたいになってるんですね。でも大したお店もないので本当に何するかっていう感じですけども、まあ景色を楽しみに来るっていう感じ で反対側回ってね、それでは マンハッタンの方にね帰りたいと思います。お、ちょうど発車するところが見れましたね。これはこれでいいですね。ルーズベルトアイランドって書いてありますね。あんな感じで大きいロープウェイが行ったり来たりしてるみたいな感じです。ではね、次の便で戻りたいと思いますんで、それまでねちょっと待ちたいと思います。それではね、これからマンハッタンに戻りたいと思います。ちょうどね今トラムが向こうから来てますね。あれに乗ってマンハッタンに戻りたいと思います。到着しました。それでは私もエントランスから入っていきたいと思います。
はい、無事到着することができました。あ、ほとんどの人が、ね、行って次の便で戻ってくるっていう感じで、ほとんどの人が観光なんじゃないかっていう感じでした。今回は、ルーズベルト島まで、トラムウェイを利用して行ってきました。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.